です。今日はですね、メルセデスベンツの W212 型 E220 のスポーツパッケージのアルミホイルのセンターキャップの交換をしていきたいと思います。っていうのが、知らないうちにこんな風にキャップがなくなってました。で、他のタイヤも調べたんですが、このキャップ自体がはまりが甘くて、カパカパだったんですね。どんな風にカパカパかっていうのをちょっと実際にはめて、お見せしたいと思います。こんな風にいつ外れてもおかしくないような状態でハマってました。で、外すのもガムテープで簡単に外れます。なのでちょっと、購入する際に気分転換で今度は黒のキャップにしてみました。この黒のキャップをはめていきたいと思います。カチッと気持ちよくはまって全然浮いてません。これなら脱落の心配もなさそうです。結構黒に変えたら全体が締まって、リアもいい感じです。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。